王子鍋良は日本シリーズに必要なのか。渡辺は守備なんで代打適正例という手だと死ぬほど使いにくい選手、輝ける場所は DH しかない。鍋良、田島と宮城の対戦打率がいいとかねえなう。直球破壊どころか上げ上げムード破壊王子やった。終盤出てくる速球派リリーフ打ち砕いて欲しかったんだけどね。鍋良には指名打者誰にするんだろ。山本由伸なら糸原がええんか。ないと原、渡辺、ミエセスが候補だけど渡辺使っても全く打たなそう。渡辺より岡留入れて中継ぎ入れた方がええやろ絶対。打率1割の鈍足クソ守備なんか短期決戦のどこで使うねん。渡辺はあの冴えない顔で3割くらい損してると思うんだよな。あの顔でなんで王子なんて異名つけられたんだろうな。開幕前は中野翔と渡辺両セカンドを強行に主張し続けた子おったんよな。渡辺はもうちょっとやると思われてたからな。オープン戦くらいまではそれなりに打ってたし。渡辺ハムは予想通りハムの選手だし。エボシが出場機会得ただけのトレードになったな。エボシあれだけ使うの心情くらいやろうな。渡辺も日本シリーズで活躍したら手のひら返しされるよ。ノイジーみたいに問題は活躍しそうにないこと。ご視聴ありがとうございました。阪神ファンの方はチャンネル登録の応援よろしくお願いします。